皆さんこんにちは。首位ソフトバンクは6月26日の東京ドームでの楽天戦を今季初の鷹の祭典として開催しました。昨季は1勝8敗と大きく負け越し、祭典が災難のような結果になり、いつからか鷹の祭典と揶揄されるようになってしまいました。今回は今季の鷹の祭典の初戦の模様を振り返っていきます。鷹の祭典とは夏休みシーズンのホークス主催試合において毎年数試合設定されているものであり、対象試合ではホークスチーム全員が専用の特別ユニフォームを着用、また来場者にも同デザインのレプリカユニフォームが配布されるという一体型のイベントです。大英時代の最終年である2004年からソフトバンクへ移行し、現在に至るまで年々規模を拡大しつつ恒例行事として行われています。しかしこの鷹の祭典では負け越しは過去に4回のみと、トータルではそれなりの勝率をマークしている一方で、例年バカ試合が発生しやすく、バカの祭典と呼ばれることもありました。そして迎えた2022年シーズンのソフトバンクは開幕から上位につけ、西武、楽天などと熾烈な首位争いを展開していました。しかし肝心の鷹の祭典の試合ではなぜか全く勝てず、最終的には1勝8敗、勝率1割1分1厘と歴代ワーストとなる絶望的な成績を叩き出したことから、鷹の祭典と呼ばれるようになりました。2020年から3年連続で負け越しが続いていましたが、さすがに去年が散々すぎたので、ついにメディアや公式も大々的に縁起の悪いものだと意識し始めたようで、各局のスポーツニュースでは鷹の祭典の戦績の悪さを大々的に報道しています。さらにはユニフォームのお祓いまで行われました。必勝祈願という名のお祓いが行われたのは、出荷前のユニフォームが保管されている福岡市東区の箱崎ふ頭の倉庫です。鷹の祭典初の試みを盛り上げようと、福岡の各テレビ局から応援団が駆けつけました。祈願は箱崎宮のゴンネギ2人を招いて執り行われ、イベントに携わる球団職員と応援団合わせて20人以上が積み上げられた約5万着のユニフォームに勝利を願いました。今年のテーマカラーは勝つぞエメラルド。鷹の祭典は6月26日にスタートし、7月末までに9試合が予定されています。また鷹の祭典では特に日本ハムから散々にやられており、2018年の鷹の祭典では2日で22点取られて敗戦しており、昨季は優勝は目指さない宣言で最下位を独走していた日本ハムにまさかの3立てを食らってしまっています。日本ハムは何かと相手球団のイベントごとの際に実力以上の力を発揮し、イベントクラッシャーの異名があります。しかし今季の鷹の祭典は日本ハムとだけ露骨に対戦を避けられています。他のパシ球団との対戦は予定されているだけに、日本ハムファンとしては寂しいですが、それだけ今季の祭典にかける思いは強いと言えます。そして迎えた2023年鷹の祭典初戦となった6月26日の東京ドームでの楽天戦、ソフトバンクの試合前円陣では甲斐拓也が声出し役を務めました。笑顔で登場した甲斐は、今日から鷹の祭典ですと話し始め、去年1勝8敗です、全然勝ってないですの情報を出すと、周りからはワーオの声が上がりました。続けてですが、今年は球団がこのユニフォームをお祓いしてくれたらしく、大丈夫だと思います、今日は絶対勝ちましょう、さあ行こうと締めました。この様子を福岡ソフトバンクホークスの公式ツイッターが動画で公開しました。ファンからは、皆さんエメラルドのユニフォームがよく似合う、お願いだから鷹祭勝ってくれ、今年の鷹の祭典はエメラルドグリーン会などの声が上がりました。試合前に1年前のことを聞かれた藤本博史監督は、鷹の祭典が盛り上がるって言っても負けてたらあかんからね、去年は悪かったからね、今年は逆になるように頑張りますと意気込みました。さらに初戦は2年連続で黒星スタートだけに、一発目さあ頑張りましょうと声を張り上げました。特別ユニフォームのベースカラーはエメラルドカラー、再生と幸運の思いが込められ、3年ぶりの日本一奪還を目指して再び飛躍し、チームとファンに幸運をもたらす特別色として採用しました。今季も同イベントとして9試合を予定しています。
昨季のイメージを払拭し、勝ち星を量産していきたいところでした。そして孫正義オーナーが今季初戦の始球式に臨みました。背番号68の白いホーム用ユニフォーム姿でマウンドに上がり、ワンバウンド投球をしました。初めての始球式という孫オーナーは、ワンバウンドだったので悔しいと苦笑いしながらも、マウンドは格別で幸せ、皆さんの視線を浴びて緊張したが素晴らしい気持ちだったと充実した表情を浮かべました。背番号について問われると、ゴルフの生涯ベストスコアと笑いました。チームは現在首位を走っています。何でも一番が気持ちいい。ファンの皆さんの願いは一つ、選手や監督らには体を大切にしながらどんどんぶっちぎって優勝してほしいと激励しました。しかしそんな孫オーナー、午前試合の鷹の祭典初戦を飾れず1対3で敗れ、ソフトバンクは首位から陥落しました。先発の和田毅投手が5回までに2点を許すと、打線は柳田悠岐外野手のソロによる1点止まり、首位から一気に3位まで転げ落ちました。初回は完璧な立ち上がりを見せた和田が2回に捕まりました。西から鈴木大地内野手に右中間への二塁打、山崎剛内野手には左前への敵陣二塁打を浴びて先制点を奪われました。5回には先頭の村林一輝内野手を右前安打で出塁させ、一四二塁から辰巳良介外野手の敵陣二塁打で2点目を許しました。6回に柳田が2試合連発となる11号ソロを放ったものの、反撃はこれだけでした。津森勇樹投手が7回に3点目を与えてリードを広げられると、田中将大投手に7回1失点の好投を許しました。ちなみに田中は東京ドームでの勝利は10年ぶりとなりました。和田は田中との通算4度目の対決も勝てず、これで通算0勝3敗となりました。一方、負ければ借金は今季最多13となり、何としても連敗をストップしたかった楽天ですが、楽天が見事首位ソフトバンクを下し連敗を5でストップしました。今季は不調だった田中将大でしたが、連敗を止めるのは自分しかいないと言い聞かせて上がったマウンドで熟練の投球を見せました。田中将大はこれで日米通算194勝目、日米通算で並んでいたパドレス、ダルビッシュを抜き、メジャー経験者では歴代単独3位の勝利数となりました。これも鷹の祭典の力が働いた結果なのでしょうか。リベンジを誓う鷹の祭典は悔しい黒星スタートとなりました。今季も祭典となってしまうのでしょうか。まだ始まったばかりなので次戦以降の奮起に期待したいですね。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。